有松は名古屋市の南東部に位置する東海道53次39番目の知立宿と40番目の鳴海宿の間に愛の宿として作られた町です。知立と鳴海の宿の間には松林が茂り、人家もなく追いはぎや強盗が現れ、尾張藩は旅人の安全のために慶長13年1608年免税の特権をつけ、移住者を募り、阿久井村の武田庄九郎以下8名の移住者により有松の愛の宿が誕生しました。まず有松の保存地区の町並みをガイドさんの案内で散策しました。当初有松の宿は茶屋などもやっていけず、経済的に困っていました。そんな時、豊後の国から来ていた人の絞り染めの着物にヒントを得て絞りの技法を研究、絞り染めの手ぬぐいを作り出し、それ以来400年、有松の絞りは藩の特産品として、また東海道の名物となり、町は大きく発展したのです。その後明和4年1784年の大火でほとんど全戸が焼失します。これを機会に屋根をかやぶきから瓦ぶきに塗り込め作り、なまこ壁などの防火建築に変え、町には豪壮な商家が立ち並ぶ町並みとなりました。井桁屋は広大な建物の母屋に本うだつがあり、中2階は全面虫かご窓、そして出格子や小松なぎなどがあり、また土蔵には餅送りひさしなどがついています。旧東海道に江戸時代の面影を残す有松は名古屋市町並み保存地区に特定され、古い町屋が残されています。有松絞り会館では絞りの実演があり見学しました。
伝統工芸士の中島鈴江さんは96歳の現役の方で、見事な手さばきでの絞りの作業に感心しました。1階は絞りのいろいろな商品を売っていて、土産を買うことにしました。東海道筋に生まれた愛の宿、有松は絞りの名産地として発展し、400年の歴史とともに豪壮な商家が立ち並び、そして八地さん、北さんも有松で買い物をし、また金さん、銀さんも絞りを体験した有松は、東海道の絞りの里として私たちを楽しませてくれるのです。